私たちは不完全な存在なので、すべてを自分の思い通りに生かせることはできません。生きていれば望んでいないことが起きたり、望んでいない結果が出るのはよくあることです。それはどんな生き方をしていても同じことです。なるべく自分の好きなことをやって自分を楽しませてあげたいと心がけていても、自分が期待するほど好きなことができない時があります。なるべく自分の嫌いなことをやらないで自分を楽にしてあげたいと思っていても、嫌いなことをやらなければいけない時があります。これを達成したいんだと頑張っていても、なかなか実現できないことがあります。こういう人間になりたいんだと努力をしていても、なかなか理想の自分に近づくことができないことがあります。成功したいと思っても失敗することがあるし、間違いたくないと思っても間違うことがあります。こうしたら自分を楽しませることができるかもしれない。こうすれば自分を喜ばせることができるかもしれないと思って始めたことがうまくいかない時があります。うまくいかなくて落ち込んでいる時に、それは自己責任ですからと冷たく突き放された感じで言われることがあります。自己責任とは自分で起こした行動の結果の責任は自分で負うということです。この場合で言うと、自分を楽しませようと思ったけど、自分を楽しませることができなかった、そして思い通りにいかなかったという結果を受け入れて少し落ち込んでいるという責任を負っています。それなのに他人から自己責任と言われる筋合いはありません。自己責任とは他人から言われる言葉ではありません。自己責任というのは他人に言う言葉ではなく、自分に対して使う言葉です。自分を喜ばせようと思ったけど、それができなかったと事実を受け入れるための言葉です。そして、思い通りにいかなくてがっかりしたと自分の感情を受け入れるための言葉です。自分のやったことでこんな感情が発生しましたと受け入れて、よし、次はうまくいくように頑張ろうと前向きになれるのが自己責任という言葉です。自己責任というのは他人に使う言葉ではありません。それなのに、それは自己責任ですからと言わずにはいられない人がいます。そのような人は自己責任という言葉を自業自得という意味で使っています。お前が悪いことをしたからそうなったんだ。悪いことをした自分を反省しろということです。このような人は自分を幸せにしようと頑張っているあなたが失敗すると、それは自己責任ですからと言ってきます。ほら、自分だけ幸せになろうとするからいけないんだよ。自分を大切にしようなんて思っちゃダメなんだよという感じで言ってきます。このような人は幸せになってはいけない、自分を大切にしてはいけないと洗脳されています。自分の好きなことをやらずに嫌いなことばかりやっているという我慢の毎日を送っています。だから、私がこれだけ我慢しているのに、あなただけ幸せになるのは許せないと考えます。あなたにはそのような人に何と言われても、自分を幸せにするための行動をやめないでほしいと思います。自業自得だよ、みたいな感じで言われても、自分は悪いことをしたのかもしれないと思う必要はありません。うまくいかなくてがっかりしたと受け入れて、次はうまくいくように頑張ろうと思うのが自己責任ということを忘れないようにしていきましょう。